自然災害や組織的警備が必要な場面に備えて、鳥取県警察本部は今日、大規模な警備訓練を実施しました。訓練には鳥取県警の機動隊など8つの部隊合わせて167人が参加し、警備や災害救助など様々な場面を想定した訓練をしました。災害を想定した訓練では、ヘリコプターやオフロードバイクが現場に急行して状況を確認し、土砂に埋まった車の屋根を切断してけが人を救出しました。こちらは要人警護の訓練。女性警察官特別機動隊が車から身を乗り出して通行を確保し、暴漢が銃を発射して近づくと駆け寄って取り押さえました。何があってもおかしくない状況が鳥取県でもですね、想定されるところでございます。そういういざという時にですね、本当に頼りになる、県民を守れる機動隊、鳥取県警察であれるようにですね、頑張っていきたいと思っております。新型コロナウイルスのため訓練を減らさざるを得ない状況の中でも、各部隊はきっちり役割を果たせるよう鍛錬を続けることにしています。